韓国から指名手配されてます葛飾区議会議員の鈴木伸之です。9月16日水曜日ですね。15日から葛飾区議会第3回定例議会始まりますが、2日目の朝10時、一番先トップで、鈴木伸之の一般質問を行います。何やるかと言いますとね、これ通告書っていうか、こういうので通告するんですが、まあ、地元の鎌倉公園の防災機能と活性化について、これを4問やります。で、次は人口減少対策としての妊娠時から出産までの支援体制の取り組みについて、これを1問で、最後に区民のための補助金支出について、これが2問これは朝鮮学校のについてね、いかなるものかという、これ前回の続きなんですけどね、やる。それと、外国人学校への支出について、来月10月9日の足立区を訴えている住民訴訟、外国人学校の支出について訴えてます。判決がね、来月出ます。その判決を前もってね、私も、質問をぶつけます。ぜひ、傍聴に、来られる方、いらっしゃったらね、来ていただきたいと思います。最後に、外国人学校のことをやりますけれども、まあ16日水曜日の朝10時トップバッターですからね、時間も読みやすいし、ぜひ、来ていただければと思います。またネットで傍聴できます、実を言うとね。ネットでも見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。